確率密度関数、確率論において、確率密度関数、確率密度関数、PDF とは、連続確率変数がある値を取るという事象の相対誘導を記述する関数である。確率変数がある範囲の値を取る確率を、その範囲にわたって、確率密度関数を積分することにより得ることが、できるよう定義される。例えば単変数の確率分布を、 平面上のグラフに表現して、X 軸にある値を Y 軸に相対誘導を取った場合、求めたい範囲、X 値の下限値と上限値での垂直線と変数グラフ曲線と Y イコール0の直線とで囲まれる範囲の面積が確率の密度に相当する。確率密度関数は常に皮膚であり、取り得る範囲全体を積分するとその値は1である。 確率分布関数あるいは確率関数という用語は確率密度関数を指しているが確率論研究者や統計学者の間では標準的でないとされ場合がある他の資料によれば確率密度関数は値の集合に対する関数として定義されたりとの関係で研究されたり確率質量関数の意味で使われたりするさらには密度関数という用語が 確率質量関数の意味で用いられている場合もある。例として、寿命が4から6時間程度のバクテリアがいると仮定する。この時、特定のバクテリアがちょうど5時間で死亡する確率はどれくらいだろうか答えは0%である。およそ5時間で寿命を迎えるバクテリアはたくさんいるが、正確に5.00000000、00時間で死ぬことはない。 一方で5から5.01時間で死亡する確率はどうだろうか例えばこれが2%だとする。では、そのの範囲の5から5.001時間である確率は答えはおよそ2%イコール0.2%となる。さらにそのの範囲の5から5.0001時間である確率はおよそ0.02%である。上記の3例において 特定の時間範囲内に死亡する確率をその範囲の長さで割った値に着目すると1時間に月2に,に定まることがわかる。例えば5から5.01時間の0.01時間の範囲でバクテリアが死亡する確率は0.02であり確率0.020.01時間イコール2時間である。この2時間毎時200%という量を5時間時点での 確率密度と呼ぶ。従って、バクテリアの寿命が5時間である確率を問われたとき、真の答えは0%であるが、より実用的には2時間であると言える。これは、無限症の時間範囲内で、バクテリアが死亡する確率である。例えば、ちょうど5時間から5時間プラス1ナノ秒の寿命である。確率は、2時間1ナノ秒60である。これを、 確率密度関数を用いて、イコール2時間と表現することができる。お、任意の時間範囲、微小に限らないで積分することで、当該時間範囲内で、バクテリアの寿命が尽きる確率を求めることができる。確率密度関数は、多くの場合、絶対連続型のとして考える。確率変数の密度を考え、が皮膚のルベーグ化積分な関数であるとする。ここで、である。 従って、もしおの累積分布関数とすると、となり、となる。直感的に微小区間に含まれる値をが取る確率はであると、わかる。加速空間フォーミュラ4、通常、R に加速集合として、ボレル集合を考えたもの中に存在する、確率変数点は、フォーミュラ4中に、速度点 P で、確率分布する。フォーミュラ4中の標準速度に関する、 点の密度は、ラドンイコールニコディムの定理より、である。これは、F は次の性質を持つ任意の加速関数であることを意味する。あらゆる加速集合フォーミュラ8に対して、上記の連続単変数の場合は、標準速度はルベーグ速度である。離散確率変数における確率質量関数は、標本空間、通常、整数全体の集合。 またはその部分集合内での数え上げ速度に対応する。任意の速度で密度が定義できるわけではないことに注意。例えば、連続確率分布に数え上げ速度を対応させることはできない。さらに、対応する速度が存在したとき、密度はほとんど至るところで一時的である。確率とは異なり、確率密度関数は1より大きな値を取ることができる。 例えば、区間0の連続一応分布の確率密度は範囲 0x で f イコール2、その他の範囲で f イコール0である。標準正規分布は下記の確率密度関数を持つ。確率変数点とその確率密度関数 f が与えられたとき、点の期待値は値が存在する場合は下記のように求められる。 すべての確率分布が密度関数を持つとは限らない。離散確率変数が持たない他にも、カントール分布は離散分布ではないにもかかわらず、範囲以外のあらゆる点で正の確率を持たないため、密度関数を持たない。分布は、その累積分布関数解が絶対連続である場合にのみ密度関数を持つ。この場合解はほとんど至るところで、微分可能で、 その同関数は確率密度を用いて、下記のように表せる。確率分布が密度を示すとすると、有限加算集合の場合と同様に、集合 A のすべての点の確率は0である。二つの確率密度 F グラムがルベーグ速度0の集合内でのみ異なるとき、二つは正確に同じ確率分布から取られたと言える。の分野では、 累積分布関数の同関数と確率密度関数との関係を非形式的に書いた以下の式が確率密度関数の定義として用いられる。DT が無限小の時点が区間トン、トン DT に含まれる確率は FDT に等しい。ディラックのデルタ関数を用いるとある種の離散確率変数によって連続確率変数及び 離散確率変数の確率密度関数を統一的に表現することができる。試しに2つの値しか取らない離散確率変数を考える。例えば、すなわちそれぞれの確率で1、または1の値を取る分布である。この変数の確率の密度はである。より一般化すると、離散変数が n 通りの実数値を取り得るとき、その離散値を x、x。 その確率を P、P とすると確率密度関数はと表記される。これは実質的に離散確率変数と連続確率変数を統合している。例として上記の表現からは連続変数と同様に離散変数について統計学的パラメータ、平均、分散、尖りたびなどを計算可能である。確率密度関数、または 確率質量関数を任意の媒介変数でパラメータ化することがしばしばある。例えば、正規分布の密度は平均および分散を用いて、下記のように表現できる。この時密度の属の定義域と属のパラメータの定義域との違いに留意することが重要である。パラメータの値が異なると、同じ標本空間、変数が取り得るすべての値の集合で、 同一であるに属することなる確率変数の分布を表現することになる。その標本空間はその分布の属が示している確率変数の属の定義域である。与えられたパラメータの集合はそのパラメータを用いた共通の関数として密度関数を記述できる確率分布属のうちの一つを指す。確率分布の観点からするとパラメータは定数なので 密度関数に変数を含まず、パラメータのみを含む場合、パラメータは分布の定義域全域での確率イコール1になるように、調整する係数の一部をなす。この正規化係数は分布のカーネル外にある。パラメータが定数なので、さらに異なるパラメータで再パラメータ化して、属の中に他の確率変数を位置づけることは、単に古いパラメータを捨てて、式の中に 新しいパラメータを置くだけに過ぎな。しかし、確率密度の定義域を変更することには、慎重さが必要で、作業量が多くなる。下の変数変換欄を参照。N 個の連続確率変数点、点について、通常結合確率密度関数と呼ばれる、確率密度関数を定義することができる。この密度関数は、N 次元空間の定義域 D 中の N 個の、 変数点、点を用いて、下記のように書くことができる。もし、イコール PR がベクトル、点、点のならば、結合確率密度関数を変微分で導くことができる。i、イコール1、2、n の時、f を変数点のみの関数、確率密度関数とする。これは、周辺密度関数と呼ばれ、確率変数点、点の確率密度から、 点以外の N1 個の変数を重積分すること求められる。結合密度を構成する連続確率変数点、点がいずれも独立であるとき、である。N 個の確率変数からなる結合密度関数が一つの変数の N 個の関数であり、である。それぞれの F は密度でなくとも良いならば、N 個の変数はそれぞれ独立で、それぞれの周辺密度関数は下記で表される。 いかにに変数での基本的な例を記す。二次元の確率ベクトル点、y をフォーミュラ23とすると、x、y が共に正である大愛証言で得られたフォーミュラ23の確率はである。確率変数点の確率密度関数が f であるとき、別変数の確率密度関数を計算することができる。多くの場合は必要ないが、これは 変数変換と呼ばれ、実際面では、基地の一様分布等乱数生成器から任意の形のを導き出すことができる。関数グラムが単調写像であるとき、その結果得られる密度関数はである。ここでグラムは逆写像である。このことは微分範囲に含まれる確率が変数変換後も普遍であることからもわかる。つまり、またはである。一方、 単調写像でない確率密度関数、y は n がを満たす x の解の数、グラムはその解である。これを見ると、期待値 e を求めるためには、最初に新たな確率変数の確率密度 f を求める必要があると思いたくなる。しかし、を計算するよりはむしろ、を計算する方が良い。点とグラムの両方が確率密度関数を持つとき、 あらゆる場合に二つの積分値は等しい。グラムが単車である必要はない。前者より、後者の計算が簡単である場合がある。上記の式は、一つよりも多くの変数に依存する変数、y と書くに一般化できる。y が依存する変数の確率密度関数を f とすると、依存関係和で表される。この時得られる、確率密度関数和となる。ただし積分は、 添え字の方程式の次元の解全体を渡り、記号 DV は実際の計算にはこの解のパラメータ化に置き換えなければならない。変数 X。X はもちろんこのパラメータ化の関数である。これからより直感的な表現が導かれる。X を結合密度 F の N 次元確率変数とする。H を全単車で微分可能な関数としてであるならば、 y は密度グラムを持つ、ここで微分は h の逆関数のヤコビ行列の y における値である。独立性を仮定してデルタ関数を用いると、以下のように同じ結果が得られる。独立な確率変数点の確率密度関数が f で与えられるときの確率密度関数を計算できる。次の式は y の確率密度関数。 f と f をデルタ関数で結合するものである。二つの独立な確率密度関数、u と v ルト、それぞれが確率密度関数を持つのは,は、両確率密度関数の畳み込みで表される。この関係は、n 個の独立な確率変数、u、u の和に拡張できる。これは下記に示す独立変数の章の場合と同様に、二通りの変数変換。 y イコール uv と z イコール v から導かれる。二つの独立な確率変数 u と volt がそれぞれ確率密度関数を持つとき、積 y イコール uv 小 y イコール u ボルトを変数変換によって計算することができる。二つの独立な確率変数 u と volt の小 y イコール u ボルトは 次のように変換される。この時、結合密度 P は U、V を、Y、Z に変数変換することで計算でき、Y は結合密度から Z をことで導出できる。その逆変換は、である。この変換のヤコビ行列フォーミュラ41は、である。したがって、となる。Y の分布は、Z のによって、と計算される。この手法で、U、 ボルトを Y、Z に変換するときに不可欠な条件が全単車である。蒸気の変換は Z がボルトに直接逆車像され、与えられたボルトについて U、ボルトが単調車像であるので条件に適している。これは和 U、ボルト、さ U、ボルト、積 UV においても同様である。 独立確率変数の積の他の関数についても、全く同じ手法で計算することができる。二つの標準正規分布変数、U と、ボルトについて、その比、小は次のように求められる。まず、変数はそれぞれ下記の密度関数を持つ。これを先に述べたように変換する。これから、が導かれる。これは、標準、公式分布である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。